はい、どうも、まあちょっといつも動画がごっつ長いんで、ちょっと今日は短めな、話題っていうか、動画作ってみようかなと思って、でですね、今日はちょっと題名ありますように、ちょっと接種について話っていうか、してみたいと思ってて、で、まあなんでかって言いますと、まあ皆さん、まあ接種ご存知やと思いますし、いろいろな、まあ、作品は実際見られた方も多いと思うんですけど、で、私も何年前で、10年か15年、15年ぐらい前ですかね、まあ京都で大きな接種の、展覧会がありまして、で、まあそれこそまあ2、300点、出てて、で、まあ主なやつはもうほとんど来てたんですけど、まあそれ見に行って、まあ、かなりびっくりしまして、で、そうですね、まああれ何回行ったんだ、結局その開催期間中 4、5回は、まあ、足を運んだぐらいこう、まあ感動したというか、そういうことがありまして、まあ趣旨としてはまあ皆さんもまあ見たことあるとは思うんですけれども、まあそういう見る機会があれば、見てほしいなということもあって、ちょっと今日の動画を撮ってみようと思ってます。で、まあ接種なんですけれども、だいたい時代的にはですね、まあレオナルド・ダ・ヴィンチ、まあ、西洋でいうとレオナルド・ダ・ヴィンチとだいたい同世代の人です。で、まあ接種のはちょっと、早いんですかね、15世紀の前半に、生まれて、まあ、16世紀の頭ぐらいまで、まあ、結構長生きされた、画家なんですけれども、でレオナルド・ダ・ヴィンチはまあ同じく15世紀ですけど、まあ、後半ですよね、1470何年でしたっけ、72年かな、それから、1520何年ぐらいで、まああんまりダ・ヴィンチはそんな寿命長くなかったんですが、まあ一応同時代ということで、で、まあ我々こう日本人からしたらこうどう言ったんですかね、まあ日本の、まあ、接種なんかやったら、まあ、水墨画ですし、同時代あるいは、もっと後世になりまして、江戸時代になったら浮世絵等々あるんですけど、まあ、それと比べて西洋の、絵画っていうのは、まあ、ダ・ヴィンチをはじめ、例えばモナ・リザとかって非常にこう写実主義といいますか、非常に現実の、対象を、写し取ってるというか、でもっと時代が進むとより精巧になっていって、まあ、有名なレンブラントとかの夜景ですかね、とかって非常に、細かくっていうか、リアリティのある作品に、西洋では描かれていたと、それに対して日本画はまあそのなんていうんですかね、水墨画とか、他まああと後に狩野派とか出てくるんですけれども、まあなんていうかこう、絵の上手い小学生が描いたような言うた語弊がありますが、なんか何が言いたいかっていうと、なんか西洋がまあ優れてて、まあ、東洋のあるいは日本の、絵画がちょっと、それよりは遅れてるみたいな感じがするんですけど、まあそうじゃないでっていうのも一つ言いたがって、ただ一応大前提としてはですね、まあ一応その西洋絵画、まあルネッサンス以降でもいいんですが、まあ、遠近法を用いた、ないしは画材とかですよね、キャンバスとか、
あと玩具、絵の具とか油絵とかですね、そういうものもあって非常に精巧に、描かれてて、非常に優れた、絵画で、かつ先ほど言いましたね、遠近法でもって、まあ、立体感といいますか、まあ、より現実に近い写実的な描写が長けていたということにおいて、まあ、西洋絵画が優れてたということは一応大前提としてはそれは、認めてる、認めると。で、まあ、その上でですね、まあ、まあ、日本のっていうか、まあ、これ多分まあ中国からの影響の方が多いんですけれども、まあ、実際雪舟も、まあ、水墨画の修行にこう中国、とか当時ですとどこ、明になるんですかね、明に渡って修行して日本に帰ってきて、で、まあ、絵画の作品作ってるわけですから、で、まあ、西洋の、まあ、絵画非常に優れてると、まあ、それに比べて、日本のその水墨なんかですと、まあ、ちょっと見劣りするかなとは思うんですけど、まあ、実際見てみると、かなりすごかったなっていうのがありまして、で、まあそんな西洋絵画に、劣るものではないかなと。で、まあ、これちょっと言っときたいのは、なんか日本すごいでとか東洋すごくすごいでと、まあ今こう動画とかね、YouTube とか、まあ、本とかでもいいんですが、よくこう世間に流布している日本は実はすごかったんだとか、日本のここがすごいとか、外国人が驚く日本のすごいとか、もう ああいうことでは全然ないので、それはご了承いただきたいですし、もうああいうのちょっとええ加減にしてほしいですよね、もうほんまに。もうねえ、まあ古事記がどうのこうのとか何でもええんですが、まあ、確かにそのちょっと話それちゃいますが、20世紀の末というか90年代末、バブル崩壊して90年代末になってなかなか経済立ち上がらないと、あるいは、まあ、00年代入っても、全然見通しなくって、でほんま日本がこう落ち込んでるっていうか、もう日本ってあかんのちゃうかいうような時に出てきたような、まあ、日本頑張れっていうか、日本って潜在力すごいよとかいう話、あの時代やったらまあ非常にいいと思うんですけど、まだ今に至って、ね、まだそういうことをやってるっていうか、そういうものがあるっていうのはもうやめてほしいし、まあ実際も、まあ、日本にすごいやったらすごいということは、それはそれでいいので、でも実際やっていこうよというふうなモードにチェンジしてほしいとは思ってます。まあちょっと話それましたけれども、でですね、私がまあ実際行った時、まあ雪舟の展覧会、行った時、まあ一応驚いたのが、これちょっと、何やったかな、ちょっと題名、絵画の題名忘れましたけど、これ松の木ですかね、松の木なのか何の木になるかわかんないですけど、これがですね、これおかなり大きかって、屏風図なんで、高さ大体だから何メーター 2メーター弱で、横幅が、これ何面でできてるんですかね、8面6面でできてるんで、大体そうですね、3、4メーターは横3、4メーターもう4メーターぐらいあるんかな、で高さが、まあ、2メーターはいかなくとも1メーター、まあ、人間が通る襖ですから、屏風か、屏風図になるのかな、なんで結構大きいです。でこれが展示会場にドバーンって置かれてて、もうそれだけで一面を覆ってしまうような作品なんですが、これ見た時この松ですね、ほんまにそこにあるような感じがしてびっくりしましたね。でこれ多分その動画やこう写真で見てだけでは多分そう感じられないので、で
あるいはそのまあ先ほど言いました西洋絵画、まあちゃんと着色してなるべくリアリティのあるような描き方になったとしても、それはそれでリアリティあるんでしょうけれども、それとは違ったね、リアリティがありまして、でほんまこう、なんていうか、まあ、仮にこう後ろこのが屏風図の、前でちょっと後ろ向いてパッて見てた時に、わあほんまにそこにあるわみたいなような、感触を受けるし、まあ変な例えですけど、こう自転車ヒューとか乗ってたら思わずヒュッて避けたくなるような、リアリティ、違った意味のリアリティがあって、もう非常に驚きました。でそれはですね、まあこれはまあ単に僕の憶測っていうか、ちょっと推論にさえなれへんのですが、結局人間がまあ物事、対象をね知覚するときって、そのまあ全てをこう見てるわけじゃなくって、例えば視覚やったら視覚の認識の仕方とか、三角やったら三角の認識の仕方とかあってですね、まあその情報を処理してるわけですが、例えばこの松の木なんていうのが、こう人間がこう人間が持ちうる感覚でこう松だって感じるようなものの要点だけをこう抜き出してるようなっていうような思いがしてなりません。これはまああくまでも僕の単なる思いなんで間違ってると思うんですけど、まあそういうふうに思わせるぐらいその感覚に直接訴えてくると、あたかもそこにあるかのような、感触を与えているくれるということで非常にびっくりしました。で、あとまあいっぱいた作品はほんまに摂取、めちゃめちゃ 何千点ってあるのかな、ありますので、でその中で別途これ周東山水図ですかね、周東山水図っていうのがありまして、まあ山っていうか、まあ、崖というか、まあイメージとしては中国になると思うんですけど、それのこれも屏風図ですね、ありまして、襖図になるかな、屏風図あって、これもですね、まあ皆さんもこういう絵画っていうか山水画、水墨画見たことあると思うんですけど、で実際のものを見るとですね、ほんまなんていうんですかね、こう遠くにそういう景色があるような風に見えるんですね。で要は美術館行った前の方で見てる人いるんですけど、まあそういうのになくて、やっぱりその何メーターか、まあ2メーター、2メーターよりもうちょっと3、4メーターぐらいですかね、離れてこうずっとファッファッて見てみると、もうほんまにそういう風景がこう辺り一面あるような風な、まあ錯覚ではないんですが、そういう意味でのリアリティもこの作品とかその他もろもろの作品に、見受けられます。でまあそれとは、まあ今のはまあちょっとそのまあリアリティっていうことな話なんですが、まあいかにこの水墨画がすごいかっていう意味合いで、その極めつけでですね、これもまあ展覧会であったんですが、破墨っていう水墨画の技法がありまして、墨の濃淡をこう何ていうんですか、こう小さい筆で細かくこう描写していく、先ほどの松の絵じゃなくって、こうまあそれこそ なんて言ったらいいんですかね、今でもあるんでしょうけど、こう筆やったら筆、ハケやったらハケでヒュッヒュッヒュッってこう感触だけで描いていくような絵がありまして、まあ実際、こういう何種類かのちょっと見せますが、破墨山水図とか、破墨図とか言われるんですが、
これですね、かなり抽象的ですよね。まあその頃ね、ヨーロッパなんかでしたら、ここまで抽象的なものはあれへんので、そういう意味において、まあ、これも元はまあ中国にはなるんですが、それをまあ日本に持ち込んで、こんなめちゃくちゃ抽象的な、ものをもうすでに15世紀、16世紀にまあ日本ではやっていた、あるいは中国で書いていたというのは、まあ、脅威に値するし、そういう意味において、まあ、西洋の写実的なその絵画ですね、そういうふうなものと、まあ、見劣りするものではないし、まあ、この破墨については、まあ、むしろその上を行ってるかなというふうに、僕は思います。で、まあ、あと、そうですね、有名な、一番有名な冒頭にちょっと出たと思うんですけど、これは、周到じゃないわ、四季山水でしたっけね、名前。四季山水図っていうのがあって、これ一番ご存知な方多いかと思うんですけど、これの構図がすごいですよね。真ん中にポーンってこう線が入ってて、で前景はこう、まあ岩とかなんかあるんですけど、こう右と左で画面を真っ二つに割ってて、まあパッと見たのが何やろみたいな感じなんですし、これ自体、まあこれはかなりこのさっきの、破墨とは違って、写実的っていうか、まあきっちり描いてる方なんでしょうけど、これにしてはかなり抽象度が高いっていうか、まあこの雪舟自体どういうふうに思って描いたかは分かんないですが、今から見るともうこの構図というか、この真ん中でぶった切るみたいな図ってすごいなって思いました。で、まあこれも展覧会の時あって、これ図としては結構小さかって、で2枚1組ですかね。2枚1組の左側のなるんですけど、大体その小学校とかで使う半紙ぐらいの大きさしかないですね。半紙ぐらい、まああったかな。ちょっと記憶が危ういですが。まあどっちにしろ大きくは絶対ないです。結構ちっこい、図で。で、それにまあこういう描写がされてて。でですね。これね、ちょっと今日、まあ、言いたかったことは、これをこう、アナロジカルというか、比喩にした漫画がありまして、まあ、昔の人しかわかんないかもしれないですが、マカロニほうれん草というとんでもない面白い漫画がありまして、まあ、僕も中学生の時、異様なまでに、影響を受けたんですけれども、まあ、そのマカロニほうれん草っていう漫画自体はほんますごい漫画でね、これ話し出したらきりないし、まあ、かといって僕そんなマニアじゃないんで、あれがどうのこの、これがどうのとよう言えないし、漫画自体をあんまり読まないんでっていうか、全然読まないんで、ただ中学校の時にこのマカロニほうれん草を読んでて、よくマカロニほうれん草で話がぴょん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 飛ぶんですが、飛ぶ中にも非常にその、教養っていうか、いろいろな、マイナー、決してマイナーではないんですが、非常にその、インテリジェンスというか、教養のある、研ぎ方っていうか、内容が散りばめられてて、その中の一つに、この雪舟の、四季山水図が 登場してきます。で、図は、図っていうか、その一コマ、これちょっと著作権引っかかるかもしれないですが、ここにありますように、なんか話の中では美術館がなんか6巻、一応6巻です。これチャプチャーしたんで6巻の、最後の方やったかな。で、美術館見に行く話があって、あれがどうのこれがどうのと、
って金堂さんがこれなんか説明してるんですけど、うん、でこの摂取の図のとこでこれはまあロケットの打ち上げの図よって説明してるのが、当時としてもまあすごかったなとは思うんです。まあこれまあ、推薦したいところですけど、なかなかちょっと入手、これだけのために入手してもらうのも申し訳ないんで、いやし、実はまあこの今日の話の本体っていうかは、このマカロニほうれん草の、山水図を流用したというところがほんま言いたかったというところで、今日の話は、終わりにしたいと思います。で、あの一応摂取なんですけど、まあ、国内やったら結構見れるんで、まあ摂取店なんて、まあ、そんな、まあ、いつもやってるわけじゃないし、一度返し作品が一度返すということもめったにないんですが、まあ、東京やったら東京国立美術館ですかね、京都やったら京都国立博物館、には、上展してるんで、あのぜひあの本物を見てもらいたいっていうか見たらどうでしょうかということで、今日の話を終わりたいと思います。